あ、どうも、はじめまして。聞こえます？あ、もしもし。はい、アロー。どうも、はじめまして。はい、はじめまして。あ、聞こえます？ちゃんと聞こえてます？あ、私、ハオと申します。あ、聞こえてます？あ、はい。はい。あ、はい。ではですね、今日の、面接の担当となっている稲妻の者なんですが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今日はですね、はい、多数の質問をしていきたいと思いますので、それらの質問を順番に答えてくださいね。はい。はい。はい。ちょっと待って、ね。では、はい。あ、できました？はい。できます。あ、はい。ではですね、まあ、一応、まあ、自己紹介してもらえますか？あ、はい。いいよ。はい、はじめまして。私はと、ちんちゃんハオと申します。今年22歳です。はい、ベトナム人です。今、はい、日本で働きます。今年は2年働きました。あ、はい、はい、私の趣味は音楽聴きます。はい、料理を作ります。はい、はい、日本の漫画好きです。はい、はい、うん、私の時間あるとき、買い物、友達と買い物をします。はい、はい、公園で遊びます。はい。はい。はい、アニメと、アニメと映画と、見ます。ああ、はい。いいですね。はい。印象を持ってますね。はい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 、はい、そうです。はい、わかりました。はいはい、ね、そうですね、今がもう2年経ってるっていうことで、はい、まあ、日本の生活に慣れましたかね。はい、すみません、質問もう一回お願いします。はい、もう2年経ってるので、多分、はい、日本の生活に慣れましたよね。はい、はい、あ、今日本生活になりました。あ、でも慣れましたっていう、慣れましたか？慣れましたか？日本の生活。性格なりました。あ、生活ですね。はい、生活ですね。性格。生活。つの他行のつですね。生活。うん、生活ね。はい、ごめんなさい。いやいや、大丈夫ですよ。はい、で、今何年、まあ、どのくらい日本語を勉強してますか？あ、今年は、あ、ベトナム1年勉強しました。あ、そして働きます。時々、あ、日本語を勉強します。でも練習しませんから会話できません。なるほど。はい、まあ、結構長い時間で勉強してるんですよね。はい、で、長い勉強します。でも、ね、やっぱり働きながら勉強するのはちょっと大変ですよね。はい、そう。そうですね。はい、まあ、ちょっとお仕事についてお聞きしたいんですけども、ハオさんの今の仕事は何ですか？今仕事は従業します。うん。まあ、詳しく教えてもらえませんか？はい。あ、詳しく教えてもらえますか？ごめん、新しい言葉わかりません。あ、なるほど。仕事の内容は何ですか？はい、あ、
内容。うん、内容。はい。私、機械、動きます。機械。はい。休養します。休養します。で、うん、大型の機械ですか？はい。ごめんなさい。大きい機械ですか？はい、大きい機械います。ああ、なるほど。いいですね。はい、でも大変ですよね。大変でもない。そういう仕事をやるのはね。はい、私、女の人ですから。うん。まあ、女性ですから、そういう仕事をやるのは、まあ、結構。はい、機械は、専門言葉あるいっぱいですから。専門用語ね。はい、よく連絡します。ギラと課長と連絡します。でも皆さん分かりません。日本語、はい、私の日本語分かりません。まあ、自分の言うことが、まあ、通じないっていうことですね。はい、分かりました。はい、まあ、最初は、まあ、そうなんですよ。最初は大変だったんですけど、はい、まあ、今はですね、まあ、これから勉強してなんとかなるんですよ。はい、わかりました。はい、まだ若いですからね。まあ、これからもっと頑張って勉強してくださいね。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね。まあ、ちなみに、ハウさんはあの GLPT 受けたことありますかね？はい、GLPT 受けました。でも、合格、不合格、かどうかわからない。あ、なるほど。はい、今、去年の12月に参加したんですか？はい、そうそう。ああ、そういうこと。今度は3回目。まだ結構、ね。今度は3回目？はい。前は何級受けましたか？前。はい、10ですか？あ、いや、何級、N4 か5か。N3 です。あ、N3 か。はい、されてました。あの、はい、合格できましたか？すみません。合格でしたか？それとも。あ、合格、すみません。マジで？残念ですね。はい、残念ながら。はい。はい、でも、今度、去年の12月、まあ、何級受けましたか？まあ、また、えなさんですかね。はい。ああ、また、えなさん挑戦して、まあ、そうですね。でも、うん、いいですよ。もうこの調子でもっと、勉強して、まあ、挑戦してみてくださいね。はい。はい。はい。もっと頑張ってね。はい、ありがとうございます。でも、会話だけじゃなくて、単語とか文法もちゃんと勉強した方がいいと思いますね。はい、言葉も。うん。言葉もね、重要なんで、はい。はい、そうですね、まあ、もしですね、はい、N さん、去年の12月の N さんを受ける、まあ、受けたということで、もし、合格することができたら何をするんですか？はい、また N2 の挑戦ですかね。はい、私 N さんが合格するときは次は N2 受けます。なるほどね。はい。はい、でも私は、日本語上手欲しいです。はい、上手になりたいということですね。はい、日本語先生になりたいですから。あ、なるほど。そうね。まあ、ちゃんと夢持ってるんだから、多分、はい、なると思います。はい、はい、絶対なります、はい。いいですね。まあ、ちゃんと自分の将来のことを考えてるんですね。はい。で、まあ、っていうことで、3年後、あ、いや、3年後じゃなくて、1年後、帰国するんですか、はい、まあ、ベトナムに。1年。あ、1年後。あと1年で、まあ、実習生としてもいいんじゃないですか。あとは今年の10月
ベトナムからあります。なるほど。で、はい、帰って、日本語先生になるんですね。はい、はい、ベトナム帰るとき、私次日本語勉強大学に入るとき日本語勉強します。また大学に入学ですか？はい、いいですね。私ベトナム大学やめた、はい、途中でやめたっていうことですね。やめた、日本に来た。ああ、なるほど。はい、3年終わったとき、ベトナム戻ります。大学に入りたい。なるほど。まあ、途中でやめたからな。はい、これからもっと、勉強したいという気持ちで、大学に入るんですね。はい、いいですね。はい。わかりました。まあそうですね、まあ、大体ハオさんの実力が、分かってきました。ハオさんはですね、はい、まあ発音はね、はい、作業のつとかね、作業のしとか、まあちょっと、いや、まあ、正しくないというか、もっと気を使って発音してくださいね。まあつとかね、はい、まあ、はい、時々今ちゅうとかチュッとかに、はい、なってしまうんで、はい、まあこれを、気をつけてくださいね。この点に、はい、はい。で、次はですね、まあ、イントネーションとか、も、結構重要なんで、これらに、気をつけてください。はい、あとは、まあ話すときはね、あんまり複雑な文を、はい、作らないで話してくださいね。はい、はい、まあ一つ一つの文にして話した方がいいと思います。まあ最初はね、はい、はい、簡単な文でいいです。はい、で、簡単な、単語とかを使って話した方がいいと思いますね。はい、うん、で、今の言ったこと分かりますか？言ったこと、うん、私の言ったこと、うん、わかりません。わかんないの？じゃあベトナム語で説明しますね。はい、うん、おけにゃはおにゃ、はい、うん、かいやべふんぱたんこめんえてけやんこめんばんしこめんえてぃらんさおでもぱたんめてめんやんへへいなもちゅういや、しとかね、うん、やなまやはりちょっと、さおやべんふんこうちょこわひひみのみんはやん、はんちいすぞんにんかいこうわこうかふたべみんはすぞんこうどんどんざんとるねくるんざんとうん、いばんだおきねにわいきんがんがやべかみんこんせいのやちゃんとね。Yeah. Mình dễ câu hơn, dễ nói hơn mà nghe người ta cũng thấy dễ hiểu hơn. Yeah. Thế ban đầu là như vậy. Về sau thì học được quen rồi thì mình sẽ nói những câu khó hơn sau nhé. Yeah. Ừ, ok. Trước mắt là như vậy thôi. Để họ có gì không, hay thắc mắc gì không? Dạ, em có thắc mắc là mình học là mình chỉ là tại vì em có cái video mẫu là mình học là giáo viên sẽ cho mình cái câu và mình đọc theo cái câu đó như vậy. Rồi mình có được pencil cai qua tự nhiên không à? Cái này nhỉ? Thì tùy cách dạy của giáo viên. Thường thì có giáo viên sẽ cho đọc lên rồi giáo viên sẽ sửa lại cái phát âm. Có những giáo viên thì là giáo viên đọc lên rồi chỉ cần nhấn mạnh vào những cái từ. Ví dụ như là trong cái câu đấy nó có từ những kiểu scan là nè. Scan là bài dự thi, hôm dự thi ấy, buổi thi kiểm tra gì đấy đấy. Thì ví dụ giáo viên sẽ check xem là cái stress, tức là cái trọng âm của mình có đúng hay không. Hay là mình đọc chicken hay là đọc là chicken kiểu vậy, tức là đọc check cái đấy đúng hay không. Thì là cái hạt chữ âm của mình. Ừ.
Đấy thì phần đầu về phần từ vựng kiểm tra check về từ vựng thì giáo viên sẽ chữa cái đấy. Về Dạ. sau cái đoạn sau ấy, cái giai đoạn buổi học đằng sau ấy, thì là giáo Dạ. viên sẽ đặt những câu hỏi để giáo viên với học viên cùng trả lời để Dạ. giao tiếp qua lại. Dạ. Là mỗi lần học là mình học giáo viên khác nhau hả anh? Cái đấy thì tùy, ví dụ như Dạ. là học đăng ký lịch nhé, thì Dạ. hôm nay đăng ký lịch cái lúc 19 giờ thì là họ chọn cái lớp của cái cô A, nhưng Dạ. mà hôm sau 19 giờ hôm sau lại nếu mà cái lớp của cô A đấy vẫn còn chỗ trống thì họ đăng ký vào đấy, còn nếu Dạ. không thì họ sẽ đăng ký một lớp 19 giờ của cô khác, kiểu kiểu vậy. Dạ. Mình có thể chọn giáo viên mà. Dạ. À mình Thế học còn câu hỏi gì nữa không? hết もしね、質問がないのなら、まあ、これで終わりにします。はい。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。はい、はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、失礼いたします。切りますね。はい。はい。